日曜 M 知事のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は2024年3月10日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人のしぎれもんです。さあ、ということで本日のテーマなんですけども、先週に引き続き80年代シティポップの名曲ベスト10ランキングということでお送りしていきたいと思います。先週は70年代のシティポップの名曲ランキングということでお送りいたしましたが、今週は80年代ということで、歌謡ポップスチャンネルが行われました70、80年代シティポップの名曲ベスト100から、本日は80年代のこちらのランキングベスト10をご紹介したいと思います。まあ70年代80年代って本当に全然違う時代ですよね。10年なんですけども、もう本当に、まあ言ったら高度成長の時代、70年代ね、そしてバブルの時代ということで、まあ女性のファッションやメイクを見ても全然違いますよね。80年代はあのすごい太眉みたいなね感じで、70年代とまた打って違うような感じになりますしね。なんかすごい肩とかすごいごついですよね、服がね。音楽も本当に70年代と80年代は全然違うサウンドでね、やっぱり特にこの80年代はきらびやかな、まあシティポップに関しましては80年代がやっぱり本番という感じもいたしますけども、今日は80年代の、こちらのシティポップのランキングベスト10をお送りしていきたいと思います。サンデーナイトレモメンドのコーナーは、今日ご紹介するベスト10の中に入ってる、アーティストの3曲、セレクトしております。今日も深夜になりますけども、お付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議チャイの提供でお送りいたします。日曜M1時のレディオバー、今週は80年代シティポップの名曲ベスト10ランキングということでお送りしていきたいと思います。それでは第10位です。村田和人さん、一本の音楽ということなんですけどね、全然知らなかったですね。山下達郎さんのバックアップでデビューした村田和人さんのセカンドアルバムに収録された、まあ、CM でも結構おなじみのナンバーだったということなんですけども、プロデューサーは山下達郎さんということで、聞いたんですけども本当に達郎さんのサウンドですよねただこの村田さんはすごく透明感のあるボーカルで、非常にこのバックのね達郎さんのワールドに非常にマッチしていて、本当にいい曲ですよね。こういう方いらっしゃったんですね。バックのバンドも達郎さんのバンドということで、ベースは伊藤浩樹さんという方で、めちゃくちゃうまいんですよね。見たことありますけど、もう本当うまい方で、まあ本当にもう達郎さんには常にバックにね、ベース弾いてらっしゃる方だと思うんですけども。第9位です。第9位、山下達郎さんで土曜日の恋人ということなんですけどもね。まあ達郎さんの曲でもあまり目立つ曲ではないというふうにこちらにも書いてますけども、もう僕も全然知らない曲で、聞いてみたんですけども、まあ非常にこれもかっこいい。ナンバーで、80年代の人気バラエティ俺たちひょうきん族のエンディングテーマとして、シングル発売されたということなんですけどもね。いや本当にめちゃくちゃいい、かっこいいナンバーです。8位、同じく山下達郎さん、ライドンタイムということで、まあこの曲は知ってますよ、めちゃくちゃ有名ですよね。本当にこの曲はかっこいいですよね。もうすごいこうなんていうんですかね、大きなナンバーというか、本当にかっこいいナンバーでございますけども、達郎さんはこの曲のブレイクがあって、結構まあ世にこうね名前がこうね知れ渡ったのような感じでございましてですね、1980年5月に発売ということなんですけども、でこの曲がですね、2003年木村拓哉さん主演のグッドラックの主題歌としてですね、再販売されて、こちらでも大ヒットとなりまして、23年の時を超えて再び大ヒットしたということなんですけどもね。第7位です。松任谷由実さんで真珠のピアスということで、プロデューサーはもう言わずもがなの松任谷正隆さんということで、まあ非常に僕も好きなプロデューサーの方なんですけども、新井由実の1作目と2作目は、正隆さんはプロデュースしてないんですよね、確か違う方だったと思うんですけども、まあこの辺がどっちが好きかって分かれるところなんですけどね。荒井由実時代の方が好きな方は、まあ僕はよく言うんですけど、荒井由実と松任谷由実は別人ということで、どちらもすごいと思うんですけども、やっぱりこう本当に緻密なプロデュースで、この時代時代にこう沿った本当にすごいこうねプロデュースの力というか、まあユーミンも天才ですけど、正隆さんも天才プロデューサーだっていう感じがいたします。そんな感じの本当に AOR な雰囲気な、本当に名曲でございます。6位、
吉田美奈子さんでタウンということなんですけどね、本当にこのシティポップというこのワールドをいろいろ調べていくと、どん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 この吉田美奈子さんの凄さをこう本当にこう確認できるというか、この曲も知らなかったんですけども、聞いたら、もう聞いた瞬間、あ、これやばい曲だ。これはすごい曲だという感じで、いや、これはすごい曲ですよ、本当に。いや、なんかもうちょっとね、この方評価されるべき人、まあ、知っていらっしゃる方は皆さんすごいね、評価されてると思いますけど、全体的のその日本国民にとっては、あまり言うほど知られてないじゃないですか。本当にユーミンクラスの方なんじゃないんですかね。まあ、その、YouTube とかでも見てますと、やっぱり英語のコメントが多いので、その日本人よりその英語、外国の方がこう評価して、もうちょっとね、日本人で知った方がいいよっていう。いや、本当にね、イントロからすごい、楽曲で、いや、本当かっこいいナンバーですよね。シムラと引き続きベスト5からお送りしたいと思います。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。シギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはシギ音楽レーベルサイトまで。シギテレビジョン、シギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜 AM 知事のレディオバー、今週のテーマは80年代シティポップの名曲ベスト10ランキングということでお送りしております。それではベスト5からです。第5位です。大竹栄一、君は天然色ということなんですけどもね、先週70年代のシティポップランキングの時にもですね、大竹栄一さん、入ってるんじゃないのっていうふうにね、公式 X から、リプいただいておりましたけども、5位にランクインということで、81年発表の歴史的名盤、あ、ロングバケーションのリード曲ということで、まあ本当に、このプロデュース力というか、まあ大竹栄一さんの、まあ、フィル・スペクターのような、こう、濃厚なプロデュースサウンド、ね、ウォール・オブ・サウンドっていうんですかね、もう楽器がどれだけ入ってんのみたいな、しかも緻密にもうすごいこう分裂してブワーッと入っているという、なんかウォール・オブ・サウンドって、まあ、そのフィル・スペクターっていうね、まあ、ビートルズ最後の、あたりの、まあ、プロデューサーですよね。その後、まあ、ジョン・レノンとかジョージ・ハリスのプロデュースもされたと思うんですけども、ウォール・オブ・サウンドってどちらかというと日本人の方が合うんでしょうね、多分こう性質的に、うん、緻密な感じというかメイドインジャパンっぽい雰囲気がいたしますけども、まあとにかくこのね、アロングバケーションはもう僕も知ってますけども、本当に素晴らしいアルバムだと思いますし、大竹栄一さんの職人というかね、本当に素晴らしいアーティストですよね。まあこの君は天然色もずっとね残り続ける、ね、名曲だと思います。4位です。吉田美奈子さん、頬に夜の、これは灯火って呼ぶんですかね、明かりどっちですかね、灯火だかなと思うんですけども、吉田美奈子さんまた登場ということでね、いやこの曲も本当すごい、もうさっきの曲もすごかったですけども、いや今出しても絶対売れると思う、こう横揺れ系のバラードナンバーというか、いやすごいですね本当に。もう、まあ、グルービングもそうなんですけども、そのホーンとかそのストリングスのそのこのなんていうんですかね、プロデュースというか
ね、この演奏というか、もうそれが全て本当にこれ82年これ日本人が これこういう曲を作っていたっていうのがまずちょっとなかなか信じられないというか、いや吉田美奈子もうちょっとこうかなり日本 そのもうトップアーティストぐらいにこう持ち上げた方がいいんじゃないし、皆さん知らなさすぎるには、僕もそうですけどね。いや本当すごいですね。ベスト3第3位大貫妙子さんで色彩都市ということなんですけどね、知らなかったですね。フレンチな、アレンジはなんと坂本龍一さんによるものということなんですけども、テクノサウンドとアコースティックのサウンドをうまくこう絶妙に、ブレンドされたようなアレンジということで、さすが天才坂本龍一さんという感じがいたしますけども、いや本当にこの曲もすごくねいいナンバーで、ドラムもこれ坂本さんが叩いていて、なんか絶妙に下手な感じが僕が言ってるんじゃなくてこの解説文に書いてるんですけども、これでもあの上手けりゃいいっていう感じもしないと思うんですよ。なんかポサを出すためには、例えばそのビートルズのリンゴスターっぽいポサを出さないとその60年代感で出ないじゃないですか。それと一緒でなんかやっぱりその辺もこう計算されているのかなっていう感じですね。そして大貫さんの本当にボーカルがね本当に美しいというか、感じがいたします。第2位です。やはりこの曲が来ました。竹内まりやさんでプラスティックラブということでね、いやーまあこの今の日本のシティポップブームのまあ一番の火付けはこの曲なんでしょうね。そもそもYouTube でどこぞの外国の方がですね、この竹内まりやさんのプラスティックラブを勝手にアップロードしてですね、上げたところもうあれよあれよという間に再生回数が上がっていって、しかもその聞いてるのが日本人じゃなくて外国の方 でどんどん、それで何千万回っていう風になったわけなんですよね。で当の、まあ、この、ね、曲をプロデュース、しました山下達郎さんがラジオで、いや生きてたらいいこともあるもんだよねみたいな感じのことを言って、すごい懐の深い普通だったら勝手にアップロードされてさあねえ、なんか勝手にどんどん一人歩きしてるっていうのは勝手にあげんなよっていうことを言う人もねいたりすると思うんですけども、でも結局勝手にアップロードしたやつはもう消されたんですかね。もう言ったらね本家の方の、レコード会社の、オフィシャルビデオなどが出てですね、もう今やそっちがメインになっておりますけども、100万回聴いても飽きない曲ってこういう曲のことを言うんでしょうね。もう作りがシンプルだけど濃密で濃厚でもうバランスが良くて、精密でもうすごいですよね。達郎さんのプロデュースもそうですけども、マリアさんのボーカルもそうですけど、作詞作曲もねマリアさんがされているわけですけども、もうどういう夫婦なんだって感じな1位はもう1位はねプラスティックラブかなと思ったんですけども、もうこれ見てあまあ間違いないなと、どっちが1位でもいい、まあいいかなっていう感じですね。1位は山下達郎さんでスパークルということなんですけどもね、まあ確かに迷うところですよね、このスパークルかプラスティックラブか。でも間違いなくこの2つの曲がワンツーフィニッシュっていうのはもう間違いないと思うんですけども、山下達郎さんの最高傑作と言われております For You の、スタート、楽曲ということで、まあとにかくあのオープニングのイントロのねあのギターですよね、ギターカッティング、もう本当にかっこいいギターのカッティングですよね。達郎さんはギタリストだけでも十分天下取れるぐらいの本当にもう絶妙なかっこいいね、ギターカッティングなわけなんですけど、このスパークル作詞はなんと吉田美奈子さんということで、すごいですね、どこまで天才なんだっていう。でバックのコーラスもされてるということなんですけども、いや本当にもうね日本人がこの時代にこんな曲を作れるっていうのはもうちょっと信じられない、本当にね天才すぎるわけなんですけど、去年このスパークルのミュージックビデオが YouTube でねオフィシャルでアップされたということで、知らなかったんですけどね、コメント欄で、とある方が2歳の娘がこれを見て自由に踊り出したっていうのを受け継がれる達郎魂このコメントの中に4500いいねついている方は外国の方で、英語のコメントで、日本人の音楽によるメジャーリーガーは今のアーティストの方々ではなく山下達郎さんと竹内まりやさんでいやもうね誰もが納得するということでございます。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモンメンドのコーナーでございます。今日は大竹栄一さん3曲セレクトしております。1曲目君は天然色、すごいですね、もう
1700万回、再生回数、3年前に作られたおっしゃるビデオでございますけどね。そして恋するカレー、そしてナイアガラトライアングルで A 面で恋をしてということでね、まあ小田芸一さんのユニットになるわけなんですけどもね、こちら三角 CM 公式のホレッショーでいきます。ぜひチェックしてください。来週なんですけども、先週今週とトップ10に入らなかった曲を、特に今週の80年代、これもうすでに時間オーバーしてるんですけども、レディオバー今日は延長バージョンということでお送りしておりますけども、まだまだちょっとこのベスト10以外ですごい気になる曲たくさんあったので、来週は、このベスト10に入らなかった楽曲をちょっとねご紹介したいなと思っておりますので、次週にもまだ続きます。皆さんにとって良い1週間にあることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。素敵な私の心、いつでも抱きしめるのはいつからか、どこからか狭い